スパン二村遥のキーの国三重神グルメ。どうもスパンの水本です。誠です。二村遥です。さあということでこの番組はですね、我々スパンが大阪で、ハルタムが愛知県、出身ということなんですけども、我々がこのロケをしている場所がですね、三重県の御浜町と紀北町というところで、すごいいいところなんですよね。はい、スパンさんと私ハルタムがやってきたのは三重県の紀北町と御浜町。山と海に囲まれた自然いっぱいのこの町にはうまいもんがいっぱいです。そんなうまいもんをインターネット販売しているのが紀北ニア商店。この番組ではスパンさんと一緒に紀北ニア商店で販売しているうまいもんを食べに行ってきます。でハルタムがいろいろ写真を撮って、そう、そう、決してねこの携帯持ってふざけてるわけで遊んでるわけじゃないんでね、公式インスタグラムにアップしていきますので、ぜひ見てください。じゃあ今日一軒目どこ行くか、じゃあいっぱいあるからね、はい、そうかな。じゃあこの間ここ行ったんで、行ったね、ここにします。ええとこ選んだ。これまた美味しそう、行きたい、じゃあ、吉本社員の平野ちゃんちょっと届いてくれ。いやいや平野ちゃんもびっくりしてるから、はい、急にあのね、アポのボケもなかったらもうなしでいいねんで、別に。じゃあちょっと代わりにいいですか。変なとこかけてあかんで。あんまり得意じゃない。変なとこかけてあかんで。純子あのより戻してほしい。いや元カノにかけてほんまに元カノにかけてるから、さあやってまいりました、ハルタム、はい、こちらはこちらはですね、ここの地域のソウルフード生節を作っている金新商店さんです。おお、なんかいい香りがしてますね、はい、さあということで奥村さんです、よろしくお願いします。お願いします。あの生節というのは一体どういったものなんですか。カツオ節の手前のやつで、はい、カツオの茹でて火を入れて燻製にしとる。おお、なるほど、お酒のおつまみとかにも合うということですね。おお、もうありますね。わ、すごい、あ、燻製や、すげえ、なんかいい香り、神社みたいな感じ。下すごい、火が。こちらが生節、新鮮なカツオを茹でてウバメガシや桜の原木でいぶした柔らかいカツオ節です。この地域の食卓には欠かせないソウルフードです。だんだん色が濃くなってくるんですかね、食べます。え、もう食べれるんですか。はい、じゃあ、はい、お願いします。あったか、いただきます。いい香り。あ、美味しい。美味しいでしょ。え、これ味付けしてない状態ですか。うん、味付けてない。あ、ここが今キューってなりますピースしてもらっていい。すいません、このインスタグラムアップするんで。そうなんで、はい、奥村さん、これ生節を作られてるこだわりとかあるんですか。こだわりはね、まあ、あの綺麗な、あの調子がっていう川あるんですね、はい、この水で作っとるのがちょっと美味しいっていう感じもするんやけど、自分的に、はい、お水、うん、あとまあこの薪をね、桜で入れとるんやけど、桜抜きで入れるとちょっと赤なるもんで、ちょっとうまそうに見えるもんで、はい、匂いもええし、うん、これ生節のなんか味付けしたりとか、そういう他の食べ方もあったりしますか。ありますよ。何かけて食べたら美味しいとかあるんですかね。醤油とマヨネーズとか、はい、うわめちゃくちゃ美味しい。合うやんか。それ今あったりしますかね、醤油とか。ありますよ。え、いいですか。じゃあちょっと食べさせていただいて、はい、さあということで用意してもらいました、ありがとうございます。醤油とマヨネーズをご準備していただきまして、はい、ではどう食べたらいいですかね。これがもともと生節、これ届くってことですね。そうですね、これがお家に、うん、はぁはぁはぁ、おー、綺麗。うわ、美味しそう。あれ、なるほど、もう醤油も直接行くんですね。あ、いいですね、インスタチャンス。よし、こういう感じで、はい、はい、香ばしいわ、匂いが。うわ、また味違う、美味しい。うん、うん、あ、美味しい。これ、この食べ方めちゃくちゃ美味しいですね、うん、醤油とマヨネーズ合う、うん、すごい合う。これご飯の上乗せて混ぜて食べたらめちゃめちゃ美味しいでしょうね。これ最高やな。いや、これは止まらんな。美味しいわ。ご飯も欲しいとかやけどな。ただどうした、思ったんですよ、うん、ちょっと作戦会議めんどくさがりで
お酒飲みの僕誠として。ああ誠がお酒飲むんでね。例えばですよ、うん、もうこれ今ね、さっき奥村さんこうこそいでたやんか。まあこそいでたよ。例えばその手間いらずで、うん、例えばお酒飲みの誠としては、うん、お酒にも合う、しかも醤油味がしっかりしてる、パウチは開けるだけでもスライスした状態で、そういった商品あったよ。いやいや、まあ、それは言い過ぎや。 これがええねん。そんなあるわけないですよね。あります。あるんかあの絶対知ってたやん、絶対知ってたやん。そうなんです、あるんです。こちらが金新商店さんの新商品、味付き生節。生節を程よい厚さにスライスし、醤油で味付けして燻製にしました。都合が良すぎる。ジャーキーみたいな感じ。そんな感覚でいけるね。いただきます。あ、香りもまたさっきと違う。あ、うまい、うまい、すごい。そのまま誠の言うたやつや。醤油の味、最初食べた生節よりも、うん、乾燥してるから味がギューって中入ってますね。うん、味付けしてあるからね。噛めば噛むほど味がジュワーって出てきますね。うん、ジャーキーやったら結構ね、正直顎疲れるんですよ。うん、けどこれはそこまで硬くないからパクパクいけますね。もともとね、カツオの燻製ジャーキーを作っとったんですよ。硬いのがちょっとネックで、うんうん、で硬いけどもこれが柔らかくなるようになったっていうことですね。そうそうそう、すごい技術。で出来上がった時どうでした、食べてみて。これはいける、これはいけると。絶対いけます、これ。これはいけますね。ます、これ。はい、じゃあ皆さんもぜひ、もちろんこの生節も ね、買っていただいてということなんで、うん、改めましてインターネット販売サイトの紀北庭商店さんでこちら出されてるということなんで、はい、スマートフォン、インターネットなどでもご注文可能でございますから、はい、今すぐもうこれご覧の方注文していただけたらなと、はい、思います。ということで、岡村さんすいません、あの美味しいもの食べさせていただきまして、うん、これからも美味しい、ね、生節、はい、作り続けていってください。ありがとうございました。ありがとうございました。生節マスクとかって分かんないこれ止まんない、ほんまに食べて。これ紀北庭商店を探してたらこんなもの見つけちゃいました。どんな。野村養蜂園の熊野古道の蜂蜜レモンです。うわ、蜂蜜レモン、今の季節これはええな。はい、紀州産の蜂蜜と紀州産のレモンを使用した優しい甘みと爽やかな酸味が楽しい飲み物です。ほんまや、甘みと爽やかな酸味。あ、これもしかして料理とかにも使えるんじゃん。もう見つけたな、ハルタム。イエース。野村養蜂園の熊野古道の蜂蜜レモン、まことに美味しそう名前がまことですね。さあ、ということでハルタム2軒目に選んだところはどこでしょうか。はい、こちらはですね、ディアルケさんって言うんですけれども、うん、ディアルケさん、こちらにはですね、うん、すんごいトマトがあるそうなんですよ。すごいトマトがある。すんごいトマトがあるそうなんです。どんなトマトですか。ディアルケの岩本さんです。よろしくお願いします。はい、岩本さんは社長ですか。そうですね、一応。はい。若くないですか。まあ今もう32ですけど。いやいや、若いですよ。32歳で、はい、こちら岩本さんの。そうですね、まあ、23の時から始めてますので。おお、はい、水元トマトがちょっと苦手なんです、うん、40歳にもなって、はい、あ、残念です ね残念、はい、こんな美味しいのにっていうことですか。そうですね、まあ、体にもいいですし、はい、リコピンっていうのはトマトにしかあんまりないような成分ですので、はいはい、ぜひ食べれるようになっていただいたら。あ、苦手な方も、まあ、食べれるって方多いですよ。あ、そうですか。はいはい、うわ、奥までめちゃくちゃありますよ。あ、もうなってるなってる、トマト青くなってるね。トマト、今これは暑い時期を乗り越えてきたトマトになるので、はい、そんなにいい時期ではないんですけども、はい、で本当はトマトが冬を越えてくるのが一番甘くなるんです。で今は、まあ、80点75点ぐらいのトマトになります。プランターになってるんですけども、はい、土で根っこの領域を制限するんですよ。うん、辛い状況、死にそうな状況になると自分の身である葉っぱではなくて、うん、次の代のための種に、うん、要するに果実の方に栄養を送るんですよ。だからいじめると実の方に成長がいって、ド M。 そうですね、あのド S ですね。ね、ド S とド M っていうことですよね。うわー、なんか鶏とか牛とかやったら逆にその広いところで、うん、そうやね、なんか楽にね、うん、それとまたちょっと逆な発想ですか。逆ですね、逆にあのたくさん収穫量を取ろうと思うと膨らませるって意味ですね。うん、そういった意味では水とか肥料たくさんあげればブクブクとしては育つんですけど、うん、美味しくないと。はあ、凝縮させるイメージですよね。まあ、高糖度トマトって言われるような、はい、通常フルーツトマトって8度以上、糖度8度以上のことをフルーツトマトって言うんですけど、
まあ、これは10度12度とかそれぐらいあるので、あのスーパーに売ってる大きいトマトがだいたい糖度5度とかぐらいですね。ほうほうほう、食べてみますか。よかった、ちょっと、はい、あ、俺から行くわ、誠とさっきハルタムと誠からじゃあ行って、はい、なんかほんと普通のトマトとプチトマトの間ぐらいの丸ごと、はい、おお、うん、どうですか、うん、甘い甘い、真ん中がすっごい甘いです。あ、いえいえ、本当はね、皮の周りが甘い感じですかね中の果汁、誠頼むわ汁があんまり 甘くなくて、おそおそもう食べた後やから皮の周りが甘いですねいやいや、ちゃんとちゃんと伝えてくれないと、うん、おい、一口でいった、大きいなと思うねんけどな。うん、うん、フルーツ食べてるみたい。そうそう、野菜と果物の間ぐらい、うん、けど岩本さん的にはまだまだもっと美味しいの食べてほしい、まあね、あと1点、まあ、倍ぐらい甘くなります。うわ、めっちゃ食べてみたい。いやけど、うん、一番糖高い時去年は20度まで行きましたので、20度っていうとね、メロンより甘いから。すごい。いやでもこのなんすか、味がほんとこう、はい、口の中で甘み広がるというか食べてないの予想で言ってるお茶の間の意見ね。はい、じゃあ食べます、いただきますね。いきますよ、うんうん、ほんま行くで。どうですか。え、そう、甘い、うん、食べれてる、ほら食べた。いや、今まで食べたトマトで一番甘いかも。うん、うん、こちら出されてると思います。今日はね、トマトジュースとリンゴジュースを合わせたトマップルジュース、トマトとアップルのトマップルジュース、ね、何それ。一昨年ぐらいから作ってますので、はいはい、そちらをですね。こちらが出歩けさんのトマップル。出歩けさんの濃厚トマトジュースと青森県産リンゴ果汁を合わせたということですが、そのお味は。ちょっと飲んでみましょうか。じゃあ、うん、じゃあ紀伯にやに、紀伯にやにます。わ、すごい、うん、サラって入ってきますね、うん、あ、美味しいけどトマトジュースの方が僕強い感じしますけど。あ、そうですか、はい、うん、どうですか、うん、2人はけどトマトの方が来て、うん、でもリンゴの甘さ、うん、爽やかさもすっごいくる、うん、これだからトマトジュース僕あの苦手なんですけど、はい、飲む時に、はいはい、うってなるんですよ。やっぱりこのトマトトマトってしてるところに甘みがしっかり後で来るので、はい、これやったら飲みやすいですし、そうね、飲みやすいです。しかも栄養価高いリコピンが取れるってなったら、これは飲みやすいし飲みたいですね。美味しいこれ、うん、結構ギフトによく使われますかね。あとラウンジとか高級なクラブとかでも使ってもらってるみたいで。そっか、じゃあこれとちょっとお酒レッドアイみたいな、これでお酒作るみたいな。そうですね、お酒のアルコールの分解作用でリコピンすごい分解作用ありますので、はい、トマトジュースをお酒飲んだ後に飲もうっていう流れがちょっとあるみたいで、でもトマトジュースちょっと苦手だよって人にちょうどいいぐらいの、はい、お姉さん、これ俺めっちゃ飲めると思うわ普通のトマトジュースも販売されてる。そうですね、普通のトマトジュースはずっとちょっと予約待ちにはなってるんですけど。あら、どれぐらいですか。うん、今3ヶ月とか。3ヶ月くらいですかね。多い時だったら一番最長で13ヶ月とか。すごいですよ、1年以上はい、大阪とか神戸とか、はい、関西の方多いですね。この関西の人とかこの健康志向とかそんな好きやんか、うんうんうん、あとなんか名前もなんか可愛らしいじゃないですか、うん、なんかトマップルみたいなこう合体させて、ね、親しみやすいね、うん、ネーミングも。このネーミングはどうやって考えはったんですか。これね、トマトとアップルでうんってやってトマップル、うん、あその時期なんですね。あ、ちょうどその時期なんですね、はい、その時期にピコ太郎の時期でうんってなったんですね、はい、そうなんです。じゃあ、カッコされてこうやってたんですか。いや、そうですか。で、これぜひともね、このインターネット販売サイトの紀伯にや商店さんの方で注文ももちろん可能、はい、ということですよね、はいはい、ぜひ皆さんこれ僕みたいなトマト嫌いな方でも、飲めますんでね、うん、地域の活性化といいますか、はい、この地域で何かこう盛り上げていけたらなというふうには思いますね。はい、わかりました。これからもじゃあ作り続けていってください、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ飲みましょうか。本当美味しい、うん、美味しい。いい写真撮れた。チェックしてください。ああ、いい写真。今回スパンさんと私ハルタムが紹介したうまいもんは、紀伯にや商店ホームページはもちろん、インスタグラム紀伯にや商店でご覧いただけます。こちらもぜひ見てね。観光で三重県紀伯町方面にお越しの際は、紀伯町パーキングエリア端上テラスにお立ち寄りください。今回私たちが紹介しているうまいもんが勢ぞろい。見たら買わずにいられない。こんなに買ったで
めちゃめちゃ買ってる。さらにはレストランもあるんです。三重県紀北町に来たらはじかみテラスに寄ってってねー。